いの後、司馬将らは酒呑童子の行方を追っていた。そこへ異界の忍び綾音が情報をもたらす。太公望は綾音に引き続き偵察を行うよう指示を出す。酒呑童子らが逃げ込む先を見極め、そして同時に浅井長政ら長谷堂で仲間になった者たちが取られていた人質、その酒呑童子を捕らえるため、人質を解放するため、司馬将らは綾音の導きに従って。偵察してきたわ。私たちが追っていた妖魔はこの先の城。この先というと巨匠だな。今はあの御神なら綺麗どころを集めてでも不思議じゃないですね。リチが囚われているのもきっとそこだ。急ぎ助けに向かおう。ならおねね様も。愛する人のため懸命になれるって素敵ね。私も。俺と今行くぞ。リチ待っていてくれ。今日こそ酒呑童子を捕らえるぞ。時は有限なの。いつまでも追跡劇を演じるわけにはいかない。本体は正面から巨匠を攻めよ。無理はせず敵の注意を引きを務めてくれ。その間別動隊は石より城内へ潜入する。密かに人質と酒呑童子を探すのだ。ようやく気づいた。わしの主治に行くんじゃ。誰にも邪魔させんぞ。あのども奴らを消し出せ。ここに聖斎殿が囚われているはずだと。一部屋ずつ探していくしかないな。ここまでよ。潜入時に無理をしすぎてた。今になって傷が。貴様何者だ。しまった、見つかったか。この痛手では。見張りが巡回しているようね。見つかると厄介だわ。慎重に行きましょう。待っていてくれ。それがしが必ず救い出してみせる。世界でも人は人を思っている。ことにそんな功で満足してもらっては困る。貴公に対する私の期待ははるかに高い。前にこの世界一緒に生き延びよう。大したものよ。さて、小さいはどこだろう。一人で寂しい思いをしていないだろう。奴ら正門から突
ダメだと思ってる。ありがとう。無事聖祭を助けられたのだな。安心したぞ。お見事なお手並みです。私の出番か。私を手元に留めておきたい。光沢殿の審美眼もなかなかのものです。ですが顎の中の蝶は本来の美しさにはほど遠いもの。解き放たれ自由に舞ってこその美、今こそ披露しましょう。私のせいで拙者が参る。いつまでも人質でいるわけにはいかない。ありがとう、助けに来てくれたんだね。おねね様を救出できたなら本気で行かせてもらう。人質は全員救出できた。あとは四天童子を捕まえるだけね。なに、わしの女たちが奪われたじゃと。いえ、すぐに取り返せ。全軍進軍させろ。位置は無事だったか。よかった。まだ美しい女がいるではないか。わしのものにしてくれよ。いつもながら鮮やかなご活躍、ずっとおそばで見ていた。わしの夢が父にいるんだ。あっさりやられると聞いておくから。そもそも父宅には何の義理もないのだ。やってられるか。Shoot!
またも逃げられたか。もはや悠長に構えている状況ではないぞ。長谷堂での戦いの後、死体公部措置偵察してき、私このあの位置のアイスを今井さあ行くぞ、我ら今日こそ、主天道寺を捕らえるぞ。時は有限なの。いつまでも追跡劇を演じるわけにはいかない。本体は正面から巨匠を攻めよ。無理はせず、敵の注意は火を務めてくれ。その間別動隊は西より城内へ潜入する。密かに人質と四天王寺を晒すのだ。ようやく気づいた。わしの主治に行くんじゃ。誰にも邪魔させんぞ。このども奴らを消し出せ。ここに聖斎殿が囚われているはずだと。一部屋ずつ探していくしかないな。ここまでよ。潜入時無理をしすぎたか。今になって何者だ。しまった、見つかったか。この痛手では。見張りが巡回しているようね。行きます。見つかると厄介だわ。慎重に行きましょう。一、待っていてくれ。それがしは必ず救い出してみせる。よく頑張っているな。そなたを見るとそれがしも元気になれる。さて、小さいはどこだろう。一人で寂しい思いをしてないだろう。私の出番か。大したものよ。正直、もうダメだと思ってる。ありがとう。無事、聖斎を助けられたのだな。拙者の安心したぞ。
救出できた。なら本気で行かせてもらう。手元に留めておきたい。光沢殿の審美眼もなかなかのものです。ですが、カゴの中の蝶は本来の美しさにはほど遠いもの。解き放され、自由に舞ってこその美、今こそ披露しましょう。待って、まだ助けていない人質がいる。全員を助けてから進んだ方がいいわ。私の出番か。行きます。お救いくださるのですね。ありがとうございます。これで人質は全員救出できた。あとは四天童子を捕まえるだけね。私の女たちが奪われたじゃと？いい、すぐに取り返せ。全軍進軍させろ。位置は無事だったか。まだ美しい女がいるではないか。わしのものにしてくれよ。そもそも光沢には何の義理もないのだ。やってられるか。おい四天童子、このクズ一緒に来るんだよ。私を捕らえるか。さて、改めて問おう。お前は何者だ。名は四天童子。それより他は何も知らぬ。では問いを変えよう。己が何者か知りたくはないか。お前がその答えを持つというのか。いいや、おそらく答えはお前の中にある。それを引き出す手伝いをしようというのか。この私に協力すると。その代わり我らにも協力してもらおう。私たちの絆の勝利です。ありがとう。迷惑かけてごめんよ。これからは私も一緒に行くからね。龍禅様を守ること、それが私一も長政様と共に参ります。お市様が無事ならば人に仇なす理由。今私の美しさが求められているのですね。いいでしょう、存分にご。ところで大事なことを忘れている気が。ああそうか、脅威だ。おお、これを受け取ってほしい。